ジュディ・ガーランドはアメリカ合衆国の女優、歌手。子役として出演したオズの魔法師で大人気を博し、以後もスター誕生などで抜群の歌唱力を披露して1940から50年代のハリウッドを代表する大スターの一人となった。娘のライザ・ミネリも女優。ミネソタ州出身。本名はフランシス・エセル・ガム。父親がボード・ビリアン。母親が ピアニストの家庭で三人姉妹の末っ子として生まれる。芸名のジュディは彼女が好きだった歌のタイトルからガーランドはボードビリアン、ジョージ・ジェッセルが彼女たち姉妹を表してガーランドのようだと言ったことから付けたと言われている。ガムシスターズの二人の姉と共に1929年、二人の姉と共にガムシスターズの一人としてデビュー。1935年に メトロゴールドウィン・メイヤーと専属契約。当初採用候補だったディアナ・ダービンとジュディのうち社長のルイス・メイヤーは、ジュディを追い出せとプロデューサーのアーサー・フリードに命じたが、ジュディの歌唱力に注目したフリードが指示を無視してジュディと契約を結んだ。当時13歳のジュディは暇気味だったため、MGM は契約にスリムでいることを含め強制的なダイエットを命じた。 体質的に太りやすかった彼女は、当時のハリウッドのスタジオで、ダイエット薬として使用されていた、覚醒剤を常用するようになる。オズの魔法師撮影時のジュディ1939年に、ミュージカル映画、オズの魔法師で、主役ドロシーに大抜擢され、人気スターとなる。オズの魔法師ポスター、オズの魔法師を制作した MGM は、当初、ドロシー役を、ライバル者にずっせいき、 フォックスの人気子役だったシャーリー・テンプルに演じさせようと考え、その条件として MGM 側がクラーク・ゲーブルとジーン・ハーローという二人の大スターを20世紀フォックスへ貸し出す交渉が進められていた。しかしハーローが1937年に休止し、交渉が頓挫したため、代役としてジュリが急遽ドロシー役を演じることになった。結果、 オズの魔法師は、ジュディの才能を、代々的に世に知らしめるものとなり、この役で、アカデミー一個役賞を受賞する。以後、当時の大スターだったミッキー・ルーニーとコンビを組む、ミュージカルシリーズ、空前の大ヒットとなった、若草の頃、ハーベーガールズ、フレッド・アステアと共演する、イースター・パレードといった、娯楽大作で主役を務め、国民的な人気俳優としての地位を、 不動のものとして行く。1941年に作曲家のデビッド・ローズと結婚した。翌年妊娠したが、当時カリフォルニア州では違法だった、打体手術を受けている。1943年に離婚。1943年1945年、そしてこの頃から神経症と薬物中毒の影響が表面化し始め、撮影への遅刻や、 出勤拒否を繰り返すようになる。1947年に出演した踊る海賊の撮影では、130日余りの撮影中に36日しか姿を見せていない。撮影後には、ジュディ自身が、私の最初の精神病院入院と呼ぶ、サナトリウムへの長期入院を余儀なくされ、自殺未遂事件を起こす。以降、たびたび薬物治療のための入退院を繰り返すことと、 なる。1945年、映画監督のビンセント・ミネリと再婚。翌1946年3月、後に女優となる娘、ライザ・ミネリを出産する。ライザは2歳の時、グッド・オールド・サマー・タイムで、子役として映画デビューしている。その後も乱脈な生活と不安定な精神状態は、続き、1949年には映画、 アニーを銃を取れの撮影中に錯乱状態に陥ってアニー役から降ろされてしまう。また同年に計画されていたブロードウェイのバークレイ夫妻でも撮影を放棄するなどしたため主役を降板している。1950年公開のサマーストックの撮影時1949年以前と比較して20ポンドも太り撮影をまたも振り回した。ジュディは結果的に ダイエットを成功させたものの、豪を煮やした MGM はジュリを解雇。ショックを受けた彼女は再び自殺未遂事件を起こす。翌1950年には、ビンセント・ミネリと離婚。1952年にシドニー・ラフトと3度目の結婚をし、彼や友人のビング・クロスビーたちの勧めに従って、ハリウッドを離れ、ロンドンやニューヨークで歌手として、ステージ活動を行う。 これが成功し、ジャズ歌手としてのジュディの歌唱力が人々に再認識されることとなった。1954年、ワーナーブラザースで撮影されたスター誕生で久々の映画出演を果たす。この作品は大ヒットし、ジュディはゴールデングローブ賞主演女優賞を受賞、そしてアカデミー主演女優賞にノミネートされた。しかしワーナーブラザースは、 撮影中の遅刻や出勤拒否、それに伴う制作費の増大を問題視し、彼女の受賞のための宣伝や根回しを一切行わなかったほか、受賞式前に彼女ではもう二度と映画は撮らないと宣言した。結局、主演女優賞は、喝采のグレース・ケリーが受賞し、ジュディの受賞はならなかった。受賞を逃した失意により、彼女の私生活は再び荒れ始め、 数度の自殺未遂を起こしている。サミー・デイビス・ジュニアは、自伝の中で、なぜあの時ジュディが破れたのか、どうしてもわからなかった。誰かが彼女を罰しようとしたのだと記している。1961年、彼女は7年ぶりに、大作、ニュールンベルグ裁判で映画に出演。バートラン・カスターや、マレーネ・ネディ・トリヒと共演し、変わらぬ演技力を見せて、 アカデミー助演女優賞にノミネートされた。また、同年行ったカーネギーホールでのコンサートは、小ビジネス最高の人へと称され、収録したジュディアット・カーネギーホールは、グラミー賞の最優秀アルバム賞を受賞。ジュディ自身も、最優秀女性歌唱賞を受賞する。だが、その後、薬物中毒と神経症はさらに悪化。逮捕されることはなかったものの、 FBI はジュディを監視しており、膨大な FBI の監視記録が残されている。1965年には、シドニーラフトと盛り婚その後、二度結婚している。1969年6月22日に、滞在先のロンドンで、睡眠薬の過剰摂取にて、バスルームで死去。自殺とする説もある。47歳だった。彼女には、 莫大な収入があったがその大半を浪費してしまっており埋葬の費用にも事欠いたという。長女のライザ・ミネリは母はハリウッドが大嫌いだった母を殺したのはハリウッドだと発言しハリウッドではなくニューヨークで葬儀を取り行いニューヨーク郊外の墓地にジュディを埋葬した。ジュディは性的に極めて奔放な存在として語られてきたが 現在ではそうした逸話の多くが元夫や電気作家によって極端に誇張されていたことが明らかになっている。ジュディは60年代のアメリカで同性愛者に対して理解を示していた数少ない著名人の一人だった。ジュディの父親がホモセクシュアルであり、自身もバイセクシュアルだったとされる。そのため彼女の死のニュースは当時の同性愛者のコミュニティに 大きな動揺をもたらした。史上初の同性愛者による暴動、ストーンウォールの反乱は、ジュディの葬儀が行われた教会付近で、葬儀翌日に起きており、彼女の死によるコミュニティ内でのショックが影響していたとも言われている。こうした経緯から、ジュディは同性愛者にとって象徴的な存在となった。現在、レインボーフラッグが、 同性愛解放運動の象徴として用いられるのは、彼女がオズの魔法師で歌った虹の彼方にから由来している。また、ドロシーのお友達はスラングで同性愛者を指すことがある。初恋合戦、オズの魔法師若草の頃。ありがとうございます。